ストできない。テキーラシップ飲んでシャンパンもこんな飲んでさ、まあ、たまにはね。話すからいいかな。ああ。まあ、長いか。マジでなんかそれ本当に楽しくて本当に酒も飲めるし面白いし間違いかわいいし全3秒すぎじゃあせっかくだし俺だけ鑑定もらってるからさこれで乾杯しない鑑定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 鑑全然余裕。それまで飲もうぜ。行きましょうよ、今日ぐらい。絶対大丈夫。いや、大丈夫っす。今、強いじゃないですか。全然しょ。いや、大丈夫。それはそう、当たり前じゃないやん。いやいやいや、やめときな、マジで。飲みすぎだし。いやいや、が払ったやつだからね。本当にガチ心配してんの今。終電とかもあるでしょ。一緒に出す。終電はもうないよ。違う。タクシー代も出すし、帰りね。優しい。優しいね。いや、気持ちね。怖い。俺が変わりたい。普通に。いやいや、今日はちょっともう先にもう予定あるから二手もできないって。いう決まりで飲んでるわけ。そうだ。でもさ、最近なんかとかも帰れない。帰ろ。ちゃんと帰って楽しい記憶のまま帰った方がいい。そう。今日は無理だね。今日は無理。いやいや今日は無理だね。だって心配だ俺。なんかこのまま例えばねアフターしたとしても多分寝ちゃうだろうし、なんか。元気だと思うか。元気だと思うんだ。じゃないね。山口普通にもうベロベロやん。いや絶対帰った方がいいよ。今日。帰りたくないよ。いや。帰ります。絶対帰ります。ちょっと行ってくる。頼んだよ。今日代表とご飯。あ、そうなんだ。代表とご飯。なんかすぐ終わっちゃって。いやでも代表食いしん坊だからさ、そういうわけにいかん。しかも最近も頑張って代表からも名簿いただいてるからそういう話をしたいんじゃないですか。やだーまだ今度にしたいかっちゃん今日がいいね。今日がいいね。やっぱあったから帰れないの。それ全然タクシーぶち込んだけど。タクシー乗ってもなんて帰れるか分かんないじゃん。イルマ、体見てみ。ムッキンキでしょ。担いでくる帰り。そうそう、家までそれアフターじゃないですか。実際それアフターで家まで担いでくれるのはいいけど、なんかその辺でタクシー乗られてもだってタクシー乗っても寝ちゃうから。ちょっと落ち着いた。水そば飲む。落ち着かない。なんかもう何さっきよりもなんか待って言ってじゃあもうそろそろ本当にもう終わりだから会見を済ませて帰ろうと思う。会見はするけど、うん、はい、するけど、条件じゃあこの3人でね、担いでね、一旦俺らはお前たち、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあもう行くよ。帰ろう、マジで帰りましょう。じゃあ最後ちょっとだけ飲んで帰りましょう。はい、ね、これやばい、酸素でやばい。え、ちょ、大丈夫本当に。大丈夫。水は大丈夫。いやいやいや、こんな姿ちょっと、あの周りの人もちょっと迷惑かかっちゃうから本当に、帰ろう。立てない。やばい、ここで寝る。ここで寝る無理だよ。寝ない。いやいやいや、無理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 。この後だってミーティングとかもあるし、寝てても外で。でも今日はアフターできないから、リュウが水持ってきてくれたから一旦これ飲んで落ち着いてさ。大丈夫だよね。
着いた？ちょっと、ちょっと他のお客さんもちょっとクリアしてくるから、ちょっと待つ。ちょっと俺もお客さんあるから、ちょっと待って。待てるよ。待つね。そうそう、帰るよ、マジで。立てない？立てない？ちょっと、リュウ来て。どうした？ちょっとマジで起きないから、ちょっと2人で店前まで、ちょっと運ぼう。いいよ。うん、あ、タクト、ごめんね、ありがとう。はい、ありがとう。いくよ。はい、せーの、はい、一瞬。お客様お帰りです。はい、やりました。立てる？立てない。立てない？どうしようか。一回立てる。でもタクシーまで送るから、うん、まあ、でも一回変だもんな。一回立とう。一回立とう。ちょ、靴を。え、靴を履いてた。え、履いてた。嘘、いっぱいしたよね。え、待って、靴どこやった？店かほんまにどこ？店分かんないっすかね。見に行きます？え、一回見てくれるな。ごめんね。靴ありました？あった。ちょっと厚底でこっそり持って行った。知らなかった。厚底のな、ね、帰らないよ。してない。してない。だって聞いてみな。してないと思うよ。今日もともと予定あったし。いや、その気持ちはわかるけど、今日はいけない。じゃあ、もう上までタクシーが来るから、行こう。ね。さあ、はい、行きます。ちょっと、はい、来てくれるか。うん、しゃあなしやろ。大丈夫じゃないは先行くわ。え、まあ、お前は担当なんだから、ちゃんと面倒見ろよ。お疲れです。お疲れ。え、あれ僕、作ったんじゃないの？何してんの思ったけど、気づいたらここにいたの。じゃあ僕、もう一回ちゃんと送るから、ね、さっき理解してくれたんじゃないの、そのアフターを。いや、それはわかるけど、もうちょっと何してんの？何してんねん。おい、大丈夫か、ほんとに。いつもこんなんじゃないじゃん。お店には迷惑かかっちゃうし、こんなんだったら、今後お店来れなくなっちゃうよ。どうぞ。でしょ？だから、起きよ。ね。起きる。起きる。一緒に来れるの？できないって今日。ほら、ほら。帰るの？帰ります。はい。一緒にいてくれるの？帰る。一緒に入れないから。ね。やだ。帰ろ。マジお店にも迷惑かかっちゃうし、なんかこんな状態だったら本当出禁になっちゃうから帰ろ。私のこと切ろうとしてる。そういうことじゃないけど。はい、帰るよ。絶対帰ろ。ほら、立ち上がって。ほら。おお。今日お店来た時もあんま飲みすぎないようには言ってたんですけど、まあなんか知らない間に結構飲んでたとかしてたんで、今日はちょっともともと予定があって、こうあの子のアフター行けなかったんですけど、まあいつもはいい子、いい子だし、まあお金もねやっぱ使ってくれてるんで、後日またこうお礼したいなって思ってます。